その歩道、ここ高津区の川崎市民プラザで、川崎市と神奈川県の主催による地方の時代映像祭が開かれました。長野県に飯田という田舎の小さな町があります。人口が地方の時代を映像で考えるをテーマに参加したのは、北は北海道から南は沖縄県までの100近い自治体関係者や90社に及ぶ放送関係の人たちです。ホールでは3日間にわたって映像シンポジウムが開かれ、地方の文化と映像との新しい関わり方について熱心に討論が行われました。一方、屋内広場や会議室などには数十台のモニターテレビが配置され、全国のテレビ局などから出品された100本を超える作品が一般公開されました。放送会と自治体関係者が一堂に会して地方の時代を考える全国初のこの催し、これからが期待されます。